白黒さん、えー、パパさん質問です。えー、祖父母、えーお、お、おじい、母の、えー、ご遺杯を私が管理しようと今運び出していいのですかやたら仏像があり、どの仏像、やたら仏像がありど、ありどの仏様がどうかわからないので置いてきてもいいのでしょうか。阿弥陀様、大日如来様なのか。えー、っと、 うん、やったらわからないので、置いていてきて,きても良いの、良いと思いますよう。うん、大日如来様がね、多分ね、仏様としてはね、えー、ちょっとだけね、あのー、え序列としては偉いような気がしますのでね、まず大日如来様を、えー、一番ね、奥に、えー 置かれることとが良いと思い思ますけどねそして、阿弥陀如来さんでしょ。それから、ご位牌を置かれるっていうことで良いのじゃないかなっていうふうに思いますよ。そして、えー、頃を見計らって、えー、っとご位牌の方を先祖代々の、えー、ということでもって、えー、一つにまとめられた方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。えー、お寺さんに頼んで、えー、っと何かの時にね、 えー、一つにまとめて、先祖代々のっていうことでもって、白黒家、先祖代々の、えー、例とかね、そういうものになさって、えー後、後ろ書きができますのでね、後ろ書きにお名前を入れられるっていうのもありかなっていうふうに思いますよ。君の名でさん、えー、パパさんこんばんは、父の小さな 家を置いているのですが、見ると悲しい感情を思い出してしまいます。どうしたらよいのでしょうか悲しい感情っていうのはどういう感情なんだろう亡くなったことが悲しいなっていうふうに思われることなんですかねそれともお父さんがご苦労なさったことを思って、えー、苦労したねお父さんっていうことでもって、ありがとうっていうような感じでもって、えー、込み上げてくるものがあるのかな えー、それだったらそれでも良いのじゃないかなって僕は思いますけど、けどね。なおちゃんさん、パパさん質問です。幽霊って時空を超えるのでしょうか幽霊が過去に行ったり、未来に行ったりすることってあるのかなそれとも過ごしてる時間帯は人間と同じですか過去には行くけれども、未来には絶対行かないですね。幽霊さんはね。うん。絶対に行かないです。えっと、 未来のことを聞いても幽霊さんでわかる人はいないですね。僕の知ってる限りのお化けさんではね。うん、ですよ。はい。マイマイさん、介護関係のお仕事をされている方々が利用者さんやご家族の水さんにとって、どれだけ心、心身ともに支えになっていることか、ありがたすぎます。感謝いっぱいです。いや、本当ですよね。僕もね、父デイサービスとかにね、行ってね、 行くの嫌だとかって言ってる時ありましたけどもね。あのー、父にね、あの、仕事だから行ってくれって言ってね、うん。じいちゃんのね、デイサービス行くとね、1日3000円くれんだよって言ってね。それでもってじいちゃんのね、好物のね、ご飯とかね、えー、買ってこれるからさ、って言って。うん。じゃあしょうがねえなって言ってね。仕事だったら行くしかねえか、なんて言ってね。 え、言ってくれましたね。まあ、父はね、男だったんでね。うん。あのー、嫌がる父の時はね、そんな風に言ってましたよ。はい。つつぴんさん、先祖代々の霊のご位牌の他に、5個以上仏壇に置いてあります。あ狭いです。ねええー、何か一つにまとめられる方法があるといいですね。えー、それがないようでしたら、まあ、それ致し方ないんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。 君のだでさん、亡くなった感情です。最後の言葉や状況、幼少期の思い出が巡ります。えっとね、最後に亡くなった時の思い出っていうのは心の引き出しにしまいましょう。お父さんに思い出させてしまいますのでね。で幼少期の思い出で、えー、お父ちゃんって、それにで、ね、思い起こして、楽しかった思い出で、 笑い泣きするっていうのはお父さんもきっと喜ばれますのでね。うん、最後に亡くなった時の、えー、ことは、えー、心の引き出しにしまいましょう。宝物としてね。うん。でございますよ。はい。ひそくりさん。 私の母は共同墓地に入っていますが、知らない人の中で嫌な思いとか、喧嘩とかしていないですか。えっとね、お墓の中にずっといらっしゃるわけじゃないから、心配しなくて大丈夫ですよ。うーん、あのー、最後の、えー、お姿って言ったらおかしいけど、その方がこの世にいたという証明として、ご遺骨っていうのがあるのでね、あの、お墓というものは、えー それを収めるところで、魂さんっていうのは、そこにずっといるわけではないので、えー、そこで喧嘩して嫌な思いするぐらいだったら、ととと出ますから大丈夫ですよ。ああ、そうです。山梨の事件は、夫婦が女子高生を殺害したやつです。あの、女の子の声がね、僕の中にね、なんか入ってくるんですよ。 でね、それをね、ちょっと聞いてるんですけどもね、聞いてるうち寝ちゃうんですよね、どういうわけかね。まあまあ、いつも寝ちゃうんですけどね。うん、それをね、少しね、聞いていてね。うーん、なんかね。前々さ、ね、パパさんたちのお話聞いていると、涙線が緩むん <laughs> ですか。<laughs> すいません。僕は人を泣かせるつもりはないんですけどもね。はい。 あのね、女の子ね、どうもね、僕の聞こえてくることはね、うん、お父さん、お母さんもね、なんかね、えー、知ってたんだよね、みたいな話が聞こえてくるんですよ。えー、どういうことなのって、なんか、うん、何がなんだかちょっと今さっぱりわからないんですけどね。えー えー、カンデミー・ユナさん、パパさん、礼をお払いすると寿命が短くなるのは本当ですかよくわかんないんだよな。僕はお払いっていう、僕いただいたものをお納めするのでね、なんかこう、お払いって感がないんですよね。僕はね、お化けさんをついてる方からお化けさんをお預かりして、 いたお預かりしたおばけさんの声を聞いて、えー、お寺さんですとかあの石像さんのところに僕はしがみついて、えー、お,お預かりくださいということでもって納めてまいりますのでねなんかあっちけっつってね払うっていうわけではないのでね何ともねそれによって寿命が縮む お払いというのどういう風にしてるのかなっていうのね、よく分かってないんですよ、実はね。おかめちゃんさん、パパさん、質問があります。いつも墓地の前を車で通ると。 端によってもいないし、対向車もなく、前に人もいないのに、車をピーピーピーと警告音が出します。これは実はお化けさんが前に車にいて、車が反応しているのじゃないか、気になっています。僕もね、山手通りとかね、タクシーやってるとね、そういうところいっぱいあるんですよ。えー、っとね、ブレーキランプ、急ブレーキのね、ランプがついたりするときあるんですよ。パパ,パ,パって。多分ね、心霊現象だっていうふうに思いますよ。うん おそらくそういうふうに僕は思っています。はい。ああ、和野さん、こんばんはー。うめぇしやっておりますよ、もう。やりましょう。しわっちってね、えー。結構ね、普通のところでもね、えっ、ー、とー、あるんですよ。うん、車がピピピと警報の音出したりとかね、ブレーキランプついたりするところありますよね。 うん、聞くとみんな同じところでなるんですよね。なのでね、かといってね、おばけさん飛び出してくるのに何にもならないで跳ね飛ばすってこともね、日常茶飯事なんですよ。僕なんかタクシーやってるときね。どんなってんじゃん、この車っていう風に思いますけどもね。まあ、車によっていろいろ様々違うのかもしれないですけどね。はい。タクシーやってるとき跳ね飛ばしまくってましたからね。 Hehehe <laughs>